はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みを治すためヒントだったりアイデアを治療科のあなたにお届けできればと思います。今日はですね、こちら動くときに痛い、特にですね前屈するときに痛いっていう腰痛に対しての治療法をですね紹介していきたいと思いますので、もしあなたがですね患者さんの、まあ、動作術、例えばまあ動くと痛いんだよねとか動き出しが痛いんだよねっていう腰痛に対してどこに治療したいか分かんないっていう方、もしくはまあ腰痛で来られた方で最後何か残ってしまうね痛みに関して何も手が出せない、ね、何をしていいか分かんない、そんな治療科のあなたであれば役立つ情報になってますので、ぜひ最後まで見てください。はい、はい、でですね、今日言ってきた通り、こう前屈をする時の痛み、これはですねどこを見るかっていうと、このくびれをチェックしてください。いいですか、このくびれをチェックしていくってことをしていただけると、この動作術の痛みっていうのが改善できるようになります。でこれは何かっていうと、この横側にあるですね外腹斜筋、内腹斜筋、あと腹横筋って言われるような、まあ、側腹筋って言われる筋肉の調整をしてあげることっていうのがこの動作術に関わってくるんですね。でただこれは治療をね覚えるだけ、そこだけやればいいんじゃなくて、なぜそれをするべきかは分かんないと、患者さんが良くなった時になぜ良くなったか分かんないですよね。これが分かってないと本当にもうただの当てずっぽうでやっちゃって自分の経験値にならないので、そこからなぜこれが必要なのか、これでなぜ痛みが出るのかっていうところを理解していくことによって次のレベルにステップアップできますので、ぜひ最後見てください。で私の治療、この動画の中ではこういう動画だったりとか明日から使える治療でクリニックだったりとか解剖学を紹介してますので、ぜひ気になった方っていうのはチャンネル登録見逃さないようにしてください。あとはね、今日の話よかったコメント欄に書いていただいて、アウトプットが一番のインプットになります。ですのでしっかりコメントを書いてください。あとはよかったらいいねボタンよろしくお願いします。はい、でこれね、横側を触ってくれと、くびれを触ってくれって何なのかっていうことなんですけど、さっき言ったみたいに外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋っていうね、いろんな筋肉がこの腰の部分にはあります。で前側には腹直筋って言ってね、いわゆる腹筋ってやつがあるわけですね。腹筋があって、後ろ側には脊柱起立筋って言って、まあ、背骨を起こしてくる筋肉があったりとか、多裂筋があったりとか、腰方形筋があったりとかっていう風になります。でただね、こういっぱいあるんですが、このくびれって言われる横側にはですね外腹斜筋、まあ外腹斜筋はポケット筋って言われてますので、ポケット入れますよね。ポケットを入れるこの斜め方向、肋骨の前側、後ろ側から骨盤の前の方にギューッと伸びてる筋肉です。こういう風に伸びてる筋肉になります。で逆に内腹斜筋っていうのは逆側、この外腹斜筋が多かったら内腹斜筋逆だと思ってください。こういうふうにね、前側、肋骨の前側から後ろ側に行く筋肉です。で腹横筋っていうのは腹横筋、横の筋肉ですね。お腹の横の筋肉って書くので、本当に横側にビューッと伸びてるだけの筋肉です。でいうふうに考えると、まあ、外腹斜筋、ポケット、腹横筋ってなったら逆側はこうですねっていう、この3つの筋肉ができてます。でこれ腰を曲げるときに痛いとかって言われる方って何かっていうと、腰を曲げるときっていうのはイコール背骨がこうやって曲がっていく状態ですよね。パカパカパカと曲がっていきます。で何が起きるのかっていうと、この腰を曲げることによって背骨、いわゆる肋骨が前に移動するんですね。いいですか、立ってるときっていうのは骨盤、まあ肋骨とこの骨盤っていうのが一直線に立ってる状態になります。ですけど前屈する、前に倒していくってなると、この背骨がですね前にここ倒れてきます。イコール骨盤がこのままなんですけども、肋骨だけ前に行ってる状態になります。そうすると何が起きるかっていうと、ここの肋骨の位置と骨盤の位置が変わってるということは、何か伸ばされてる筋肉があるんですよね。そう、何かって言ったら肋骨の前側から骨盤の後ろ、まあ後ろ側にこう伸びてる内腹斜筋と言われる筋肉で、外腹斜筋はこうでしたね。こうなので逆にこう近づいていく方向に働きます。ですけど内腹斜筋っていうのはこういうふうについてますよね。内腹斜筋っていうのがこう伸びる方向に働くんですね。まあ厳密に言うと外腹斜筋も後ろ側についてるので、前に行くことによって伸びますね。内腹斜筋もこういうふうに、まあ、肋骨が前に行くことによってこういうふうに伸びますですか。外腹斜筋も内腹斜筋もどちらも伸びてるんですけども、まあイコールここがガチガチの状態、いわゆる側腹部がガチガチの状態で前屈をしていくとですか、伸びる筋肉が伸ばされる状態です。なんかこうストレッチとかでハムストリングスグーってやりますよね。ストレッチとかすると、あ、痛い痛い痛いってなりますよね。あの状態がこの腰の部分でも起きるんですね。でこの腹斜筋が伸ばされることによって痛みが出てるんですね。で
何かっていうと、この外腹斜筋、内腹斜筋っていうのはですね、こういう後ろにがギューッといって、胸腰筋膜っていわれる、イコール、まあ腰の筋膜があるんですよね。ビーッと台形状になってる、この筋膜の中にスーッと入ってきます。腹横筋とか、外腹斜筋、内腹斜筋と一緒にフッと入ってきます。ということは、外腹斜筋、内腹斜筋がギューッと前屈することによって伸ばされる。伸ばされることによって、ここの胸腰筋膜が伸ばされる。で、すると腰への負担が増えてくると腰が痛くなるっていう状態が起きてきますね。そうなんですよ。ということは、この前に動かす時の前屈の時の痛みっていうのは、この外腹斜筋、内腹斜筋の緊張を取ってあげることによって痛みが取れてくるって可能性が非常に高いんですね。そう。なので、まあ、ここの外腹斜筋、内腹斜筋をしっかり緩めてあげることによって、こういうふうに解剖学、まあ、運動学的にも必ず腰の状態、まあ、動くとき前屈だったりとか腰を反ったりとか横に倒すとかっていうときの痛みが変わってくるっていうメカニズムですね。なので、もしあなたがこの動くとき動作術ですね、前屈だったり後屈だったりとかのときのこの腰の痛みで悩んでるのであれば、ぜひね、この側腹部の硬さチェックしてみてください。で、チェックしてもらうと分かるんですけど、チェックすると、あ、硬いなっていうのが分かります。で、この硬さを見てって言った上で、硬いのがあったらここに対してアプローチをしていくってしてあげるだけで、まあ、動作術って結構変わりますね。まあ、最初にここをギュッと押さえてもらった上で、前に倒れてもらいますね。前にグーッと動いてもらって、あ、楽だっていうことであれば、まあ、押さえることによってね、これ筋の中の高血をこう一瞬潰してて動きやすくなってますので、押した状態で痛い動きをしてもらって楽になるのであれば、これはここの側腹部が硬さが腰の痛みに関わってますので、ぜひ側腹部をチェックしてみてください。なので評価としては、ここ押さえた状態、側腹部を、まあ、くびれですね、くびれを押さえた状態で前に倒していって楽なのであれば、ぜひここの部分に対して治療していくってことをやっていただければと思います。はい。で、治療に関してはね、次の動画の中でご紹介していきますので、私の動画で、ね、こういう風に連続型の動画になってます。解剖学の話をしたら次治療ってなってますので、見逃さないようにチャンネル登録、こちらの方にありますのでお願いします。あとはね、今日の話良かったらインプットするためには一番アウトプットするのがいいので、コメント欄書いてもらってアウトプットして一番のインプットしてください。で、よかったらいいねボタンも押してもらって、いいね、コメント、あとはチャンネル登録してください。はい、じゃあ今日はね、これで終わりますので、次の動画で治療テクニック紹介していきますので、ぜひまたチェックしてみてください。はい、今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。